見つけた。クリードのこと、どうしてあいつが俺の中にいたのか、その理由を教えてもらうよ。追い詰められたように見せかけ、私を前線に誘い出す策か。セルレイドらしい浅知恵だな。前線に誘い出す策？何を言ってるんだろう。こんな状態になる前の記憶だろう。ゼロムだ。邪魔するな。俺はクリードが俺の中にいた理由を知らなきゃいけないんだ。その相馬、その相馬は、相馬の力など所詮この程度だ。相馬の力など所詮この程度だ。フランス海峡に暴風直撃。僕の天気予報は大当たりですね。計画通り帝国船団の足並みが乱れた隙を突き、オテイジルコニア、クリードの船に奇襲をかけるぞ。アイゴラ、見送りはもういい。教会でわしらの帰りを待っていてくれ。はい、みんなどうか無事で。だが、アイゴラとリチア抜きで本当にクリードに勝てるのか。ビビんじゃねえよ、ラブラド。奴らもこの嵐の中、あたしらが仕掛けるとは思ってないはず。こういう時こそケツの穴閉めてガンドコ行かなきゃさ。クリードがどんな化け物でも、あたしら全員で隙をつけばぐっちゃぐちゃのボッコボコだよ。どうなったら、まったくもう、どうしてあなたはそうデリカシーがないの。クリードがその身を隠している皇帝ジルコニアはテクタのお父上なのよ。テクタの気持ちも考えなさいな。いや、僕ならもう覚悟を決めてるよ。もはやどんな形でもいい、父上の体を取り返せるのであれば。そうそう、テクタの気合は十分さ。何せこいつも一応ピーナッツのついた男だからな。どうなん、またそんな下品な言葉を。まったく、親の顔が見たいものね。すまんな、アイオラ、こんな見苦しい顔で。おわ、あいつってて。どうした、ドナ。お腹の子に何かあったのか。違うよ、ほんのちょっと船酔いの癖が出ただけさ。ドナ、本当に大丈夫なの。平気平気。あんたのママはほんと心配性ですよね。皆さん、本当にいいのですか。うん、おお、リチアか。みんなが命を懸けているのに私は残るなんて。やはり私も一緒に。ダメだ、リチア、それはもう何度も話し合っただろう。これはあんたを守る戦いなんだ。待つのは辛いだろうが耐えてくれ。なーに、すぐ帰ってくるさ。わしはアイオラみたいな胸の大きな美人との約束は死んでも守る主義でな。それに、たとえどんなに離れていても、みんなのスピリアはいつだって一緒ですよ。そうさ、ソーマがつなげてくれるスピリアの力があれば、クリードなんかに負けるもんか。この子たちが喧嘩して笑って恋のできる未来を守らなきゃね。貴様ら下等なセルレイドの未来に守る価値などあるものか。皇帝ジルコニア、いえ、クリードクラファイト。追い詰められたように見せかけ、私を前線に誘い出す策か。セルレイドらしい浅知恵だな。だが、リチアの所在さえ分かれば、直接対決は望むところだ。そうはさせんよ、この相馬の輝きにかけてな。相馬か。そのおもちゃがどれほどのものか試してやろう。うわっ、なんて思念の力だ。こらえろ、バカ野郎。ビビると死ぬぞ、ラブラド。
ソーマの力など所詮この程度だ。すまんみんな、私がおじけづいたせいで。あんたには帰りを待ってる嫁さんと生まれてくる子供がいるもんな。気持ちはわかるよ。さて、リチアを宿しているバレイヤの巫女はお前だな。アイオラとリチアからその手を離せ、このクソ野郎。このような下品な獣をしもべにするとは、リチアよ、クオートとしての誇りを失ったか。取り消しなさい、クリード。確かにドナは下品で、ガサツだけど。まっすぐで強いスピリアを持った、私たちの大切な友人です。ふん、出おったな、リチア。今すぐ殺してやりたいところだが、貴様には、サンドリオンへの入り口を開いてもらわねばなら、宿主のスピルーンごとバラバラにして抵抗できぬようにしてやる。どんな、リチア、お腹の子を頼んだわよ。やめろクリード、ハイオラに手を出すな。リチアよ、これでもう歯向かうこともできまい。アイオラのスピリアが消えた。何だと、クリード様。よくもアイオラを。貴様ら、どこにこんな力を。だがこの程度で私のスピリアが折れるか。互角か。いや、このままでは押し切られる。みんな諦めないで。うわ、なんだこの力は。これはリチアの思念術か。バカな、リチアの意識は宿主のスピルーンごと砕いたはず。この光はまさか。リチア、あんたはそこにいるのか。はい、クリードにスピルーンを砕かれる瞬間、アイオラがお腹の子のスピリアに私を転移させてくれたのです。アイオラ、あんたなんて無茶を。この場の全員のスピリアはソーマで守られています。クリード、もう精神転移は不可能ですよ。諦めておとなしく封印されなさい。このバカ者め、来るのが遅すぎる。申し訳ありません。訓在と戦からの回復に48億5万16秒を要しました。インカローズ、仮の体とはいえ、この私がここまで追い込まれるとはな。この器の体ももはや限界か。思念探知、クリード様、この場には目視人数以上のスピリア反応があります。なるほど、そういうことか。ソーマに守られていないセルレイドが一人いるようだな。どうだ。クリード様の邪魔はさせんぞ。そこをどけ。ドナはわしとテクタが助ける。ラブラドはリチアを守れ。何をした、クリード。まさかお前。そうだ、ソーマに守られていない腹の赤子に転移してやる。ふざけんな、てめえ。私の大切な子供をあんたの自由にさせてたまるか。母親の思いの強さ、なめんじゃないよ。貴様、単身でこれほどの封印の力を。だがまだこの程度では。なんだ、力がさらに、私の力が抑え込まれて、なぜ。
たが母ちゃんに力を貸してくれたんだね。私にニーズ、いい子だ。でもごめんよ、やっぱり完全にはあいつを封印できなかったみたいだ。でも母ちゃんは信じてるよ。あんたのスピリアはあんな奴に絶対に負けないって。いいかい、優しい強い子になるんだよ。なんだこれは。この光の柱は。それでクリードは俺の中に、リチアも私の中に。え、今の人たちさ、シングや琥珀、カルセドニーのソーマをつけてたよね。俺のソーマを持ってたのはじいちゃん、琥珀のソーマをつけてたドナって人。顔は覚えてないけど間違いないよ、ドナ・メテオライト。俺の母さんだ。カルセドニーのソーマを着ていたアイオラは俺と琥珀の母親だ。俺たちの母親はフリードと戦う仲間だったのか。そして父上まで。あれは一体どういうことだ。それにテクタってやつも、あいつ知らん顔してやがったが、相馬使いだったんだな。なぜあの男がこのようなものを我々に見せたのか、その意図を問いただすべきだな。